まず最初のポゼッション岩手から始まります。あそこで攻撃面でも貢献なるかというところ、激しくつきます。詰めた外横側のスリーポイント、ちょっときた。最初の得点は岩手ビッグブルーズ。さあ1対1仕掛けるか、ローポストフェイダーウェイシュート、タフショット決めてきた。あ、今日はケルビン・マーティン止まりません。すんなりジョーダン・ハミルトンに入って、ここで一気に来るエリック・トンプソンのマークをものともせず、今日もゴール下の強さが光ります。エリック・トンプソン、ここは池田外にさばいて、寺島2本目なるか。2本目来ました寺島。ここは外にさばいて池田、オールモネ・アレックス、スリーポイント来ました。さあ連続得点青森ワッツ。ここは外常田から池田、一気に来た。エリック・トンプソンのマークがありますが、パトリック・カウダーエンドワン、さすがの強さがあります。リバウンドケルビン・マーティン、スリーは打たず、スティールジョーダン・ハミルトン、ファールアテンドワン。詰めた、掴んだのは青森ワッツ、横川のファール。これが EJ モンゴメリーから池田。さあここで常田のジャンパー決まって逆転。さあケルビン強引にタフショット、バンクショットで決めてきた。ここは来ました EJ モンゴメリー、外空いたジョーダン・ハミルトン、スリーラー、ここで来たジョーダン・ハミルトン。池田クラスで外、DJ モンゴメリー、外ジョーダン・ハミルトン、ジャンパー決めます。4点差、池田がいった外さばく、ジャンパー来た、大森決定的です。3はブロック、エリック・トンソン外に、ニヒラの3は来た、カウント、ニヒラエンドワン、今日5本目。ケルビン・マーティン3は来ません。青森ワッツやり返しました。これで1勝1敗。